はい、こんにちは、横手です。今日はですね、サンドイッチ世代に危機が迫るというお話をしたいと思います。サンドイッチ世代とはどういうことかと言いますと、私今48なんですけども、私のようなですね、世代が、高齢の両親もいながらもお子さんもいらっしゃる世代、要は両方から挟まれている世代のことをですね、サンドイッチ世代と言います。おそらくですね、見てる方はそのサンドイッチ世代の方多いと思うんですけども、50代前後の方が非常に多いんじゃないかなと思います。で、年齢で言うとですね、50代であればご両親は大体80歳の方で、そしてお子さんに関してはですね、私はちょっと遅くですね、結婚したもんですから、子供もまだ小さくてですね、実は3歳と小学4年生がいるんです。これから非常に大変なんですけども、皆さんはですね、おそらく中学校、高校生もしくは大学生のお子さんがいらっしゃるようなイメージかと思います。このサンドイッチ世代のですね、3つのパートでお話をしたいと思います。まず、会社サラリーマンの方が非常に多いと思います。実は会社のですね、平均寿命とありますよね。会社はどのぐらい続くかという寿命が実はあるんです。この平均23年、実は昔と比べてこう寿命が縮まっているんですね。つまりですね、今最初に勤めた会社が定年までですね、勤める可能性を実はデータとしては少ないということなんです。何らかの理由で違う会社に勤める可能性があるんです。そしてプラスアルファですね、今人生100年時代と言われています。これから100年生きるとした場合ですね、実は80歳まで働かないと豊かな生活は送れないというふうにデータも出ています。そうするとですね、70歳80歳も働くにあたってですね、何回か会社をですね、変えながら、自分のですね、武器を増やしながらやっていかなくちゃいけない時代が来ているということが分かります。そしてですね、2つ目のところに行きます。お金のことについてです。50代の方であればですね、基本的にご両親に対してね、お金なんか払うということはですね、立て替えてるということは少ないと思います。サラリーマンであれば給料という形が入ってきたお金が生活費だったり、ご自宅ある方であれば住宅ローンの支払いであったり、お子さんがいらっしゃる方であればですね、全て公立だったりですけれども、私立行くとかですね、私立入っている方であれば塾代やですね、学費とかいろいろかかってきますよね。そして部活あれば、なんやかんやスマホ代とかお金がかかるんです。奥さんとのね、旅行出かけたりとかいろいろありますし、基本的にですね、入ってくる給料はですね、将来の投資も含めて、この家族、下の方に、家族全体でお金使うイメージの方が圧倒的に多いと思います。私もそういうふうにしてます。その上ですね、50代我々の世代はですね、お父さん世代と違って年金が残念ながらもらえないというか、もらえるかもしれないですけども少なく、そして今65ですけれども、どんどんですね、もらえる時期が先延ばしになる可能性があるんです。私は勝手に年金もらえない世代っていうふうに言っております。そういったお金の問題が実はありますよね。いろいろ日々皆さんも悩んでいる方も多いんじゃないかなと思います。そして健康面どうでしょうか。50代になってくるといろいろどうでしょうか。肩とかきませんかね。肩が上がらないとかですね、私もすごく体が硬いものですが、ガチガチです。あと5年後、わからない状態です。でしかもですね、私も喘息という持病があります。毎日薬を飲んでですね、やってるんですけれども、50代になってくるといろんな面でですね、健康面に不安出てくる方も多いんじゃないかと思います。生活習慣病という病気があります。この病気がですね、家族全体をですね、影響してくる可能性はあります。ただまだですね、大きな問題になってない、そんな感じだと思います。ここからの問題です。このサンドイッチ世代がですね、今日私がこのチャンネルの中でお伝えしたいというのは何かと言いますと、こちらの方なんですね。この生活で、ある意味いっぱいいっぱいなところにですね、この両親が80歳をですね、到達するぐらいの時からですね、いろんな問題が発生してくるという話をこの動画で通してですね、たくさんお伝えしています。いろんなですね、がんとか脳梗塞とかいろんな病気ありますけれども、その中でも認知症という、これは症状なんですけれども、病名でいうとアルツハイマーとかいろんな病名ありますけれども、この病気に発症してしまいますと、進行性、進んでいってしまう病気のために、病気は病気なんですけど、がんと違ってですね、認知症の場合はこの判断能力が低下することによって日常生活に障害が起きてしまうんです。銀行に行くことはできない、銀行に行ってお金を下ろすことはできない、買い物に行くことはできないとなると、誰かしら介護サポートが必要になってきます。介護の面はですね、要介護認定を受ければですね、サポートを受けることができるんですけれども、お金の問題に関してはですね、この要介護認定の申請をしたからといって解決されるわけではないんです。生活費だったり医療費だったり、自宅が空き家になった場合ですね、自宅を売ろうと思ったら売れなくなってしまうリスクがあるんです。そうするとですね、当面はですね、我々のサンドイッチ世代がですね、誰かしら兄弟の話し合って、とりあえず医療費立て替えとくとかですね、介護費をとりあえず立て替えとくって方いらっしゃると思うんですけれども、それが長期にするって場合、1年2年の場合はですね、何百万となりますよね。ご自身の生活がいっぱいいっぱいなわけですから、余裕がないわけですよね。余裕がある方もいらっしゃるかもしれませんけれども、そうすると建て替えがしんどくなってくる可能性があるということなんです。そもそも建て替えができないかもしれません。そうすると皆さんのお子さんまで影響してくる可能性があるんです。皆さんご両親からするとお孫さんに対してですね、これ影響してくるんです。
今まで行ってた塾をですね、申し訳ないけども親のためにお金を立て替えていかなきゃいけないから塾をやめてくれ、やめてほしいということがあるかもしれないんです。部活動をやめてくれということがあるかもしれないんです。まあ、実はですね、このサンドイッチ世代ですね、非常に仕事も忙しい、なかなか親にも会えてない方もいらっしゃるかもしれません。まあ、そういったですね、お元気な方は問題ないんですけれども、今後この外出自粛がいろいろ進んでですね、歩かない、動かない、頭を使わないとですね、認知症になってリスクが来てですね、皆さんに影響を及ぼしてくる可能性あるということですね、このサンドイッチ世代の方は特に意識していただきたいと思います。ただその解決方法に関してですね、この動画でもチャンネルでもたくさんお伝えしています。1回部分の任意後見契約、そして2回部分の家族信託というものをですね、頭の保険をしっかり予防準備しておけば解決できるとお話しました。まあ、詳しくはですね、他の動画の方でたくさんアップしますので、ぜひ見ていただきたいと思います。今日はですね、特に50代前後の方にですね、聞いていただくて今日お話し合いをいたしました。私のですね、サンドイッチ世代、非常にもういろんな問題忙しいと思います。しかしここを乗り越えていかないとですね、皆さんのご家族影響してくる、いわゆる親を守ることが自分自身そしてご家族を守っていくということにつながっていくことですね、今日覚えていただければそれで十分ですということですね。今日サンドイッチもですね、はい、おいしいです、いろいろ飲みます。